もう始まるかな、第22回、はい、1回、第22回トラウトキング選手権、はい、東山湖 DNY、はい、チーム戦です。今日はマグナム高田プロが解説に解説に来ました。声張ってくださいね。マイク拾えないかもしれないで、ちょっと風音が入るからこうして3分か、まあいいや、回しとこう。もういいや、もう止めない。大丈夫です、入ってますよねこれね。ちょうどいい感じ、こんなもんで。それで今日残ったのは手前からほぼ腰トラチーム、花井さん、花岡さん、キーチピー、キーチさん。そうですね。これでお隣が、あれですね、奈々ちゃんと阿久津さんと渋谷のチームですね、うん、で背後には横山マイスターが総監督としてがっちり仕切っております。で一番奥が、中津の小林さんと、あと正木くんパパですね。ちょっとちゃんと映ってっかな、ラクダ色の、暖かいモワモワしたやつ着てる人ですね。であと院長ですね。委員長、名字なんつったっけな。まあ委員長ということで、委員長ですよね。整骨院のなんだっけな、なんとか整骨院、忘れちゃった。まあいいや、委員長です。分かる人には分かります。まあ要は中津チームですね、一番奥はね。だから腰虎と、真ん中のチーム例えるならなんだろうな、チーム横山かな。怒られるな。で一番奥は中津チームです。で今日はディスプラウトとナブラヤとヤリエ縛りで3人同時に釣って、1人だけ、腕章をつけてる人が常にどの試合も、ホールゾーンおよび、デュアルコアはバーベルのナブラヤバージョンでしたっけ、ですよね確かね。でデュアルコアって言うんですよね。いや確かそんなやつ。コラボなかなか売ってないけど、なんか持ってる人は持ってるやつです。しもちゃんとかは間違いなく持ってる。ちなみに今日マグナム高田プロは豆担？僕はそう、豆担当だったんですけど、朝釣れなくなかった。いや、ポツポツは釣れるんですよ。あっち側でしょ、桟橋の、そうあっち、奥。ただやっぱね、チーム戦であるが、うん、まあ、チーム戦ならではですけど、一人釣ってもしょうがないですよね、うん、まあね、まあね、正直ね、二人は釣らないとね。なんで、釣りをしつつもパターンを探ってサポートを助言とかね、うん、あ、今日の感じを豆以外のものも探しつつ、一人で探るより2人3人で探った方が早いからね。ただちょっとね、僕もね、なかなか見つけられなかった。なるほど。先週からそうなんですけど、プランには入ってた、大会にね、チームバトルとか。あ、チームバトルがまだ難しかったからね、ちょっと入れなかったんですけど、うん、まあその感情を引きずりつつ入ったんだけど、うん、やっぱりちょっとね、明確なパターンっていうのはなかった。なく感じですね。釣り座どっちでした？ドラヤニの方。レストラン前。あっち釣れなくなかった。あんま覚えていっちゃいけないけど。あっちはね、魚がやっぱり回ってくるタイミングっていうのがあって。そうっすよね。だから回ってくるタイミングが少ないっていうか。掴んで釣るんですけど、うん、それって自分が釣っても相手も釣るじゃないですか。あ、そう。はい、差し込んでくるからね。釣りやすい魚ですから。相手が釣って自分釣んないとやばいパターンですよね。そういう時ね、東山は特に。プラスアルファ、うん、っていうのを見つけなきゃいけないんですけど、うん、それもなかなか自分のチームを見つけられないし、相手のチームを見つけられない。そういう差し合いの中、ポチリポチリ、まあ、ちょっとポチリが出た方がね、勝てるみたいなね。踏ん張れなかったっていう感じですね。なるほど。で、小林さんの方は、うん、レストラン前の方で中津チームですよね、一番奥のね、はい、あ、もう始まってます、うん、カメラ止まってないね。 OKOK で、多分準決勝ね、釣り座変わってパターンもつかみづらかったと思うんですけど、うんうん、よく、そうですね、チームメイトで手前のチームもこっち側だし、うん、真ん中はね、もしかしたらレストラン前の方だったかもしれないけど、ですね、ですね、多分そうかもしれない。今日見かけなかったんで、うん、あ、花井さんがまず1本。花井さん今日は腕章してるんで豆担です。豆担だからといって豆ばっかじゃなくてもいいんですけど、多分豆投げていくかな。あの感じは豆ですね。あ、違う、あ、でもんホールしてるかな、デジってる。そうなんですよ、今日ね、まあ、先週の感じとちょっと違って、うん、
結構ロットを煽って、うん、煽ってというかロットアクションで、うん、誘い入れるより、うん、リーディングで誘い入れた方が軽くデジに当たったんですよ。あ本当に、うん、デジのこのデジのもう強弱も、うんうん、割とストローク長め。ああ確かにね、ジャンボさんそんな感じで結構釣ってまして、まあ、ジャンボさんいろんな巻き方入れてたけど、はい、結構360度とか180 で、 そうなんですよ。でリーディング入れて止めるっていうこのメリハリの効いたアクションが結構、ね、でロッドアクションを入れると結構ね、うん、浮いちゃうんですよ、うん、やっぱでそれがレンジ外しちゃう、そういうこと今日やってないっていうことで、やっぱリーディング主体のアクションの方が効いてた感じイメージですね。なるほど。あとマメタンは誰なんだろう、他奈々ちゃんマメタンかな。じゃあマメのところは渋谷さん、あ渋谷だ、渋谷がマメタンで、なんだホールゾーンか、ホールゾーン08かな、確かに今日、まあ、チームバトル一人だけね、あのマイクロ超マイクロスプーン使えるんですけど、うん、結局まあみんな3チームとも均等に多分釣ると思うんですよ、うんうん、そういう担当の方、うん、ただ他のメンバーがどうアシストするかっていうのが ねクランクかスプーンでどう巻きで、そうなんですよ、ね、ただクランクはねここ最近自分のパターン見つけられてないからダメなんですよ。ただねあの唯一取材できた渋谷のところはちょピコチャタ、うん、下手したら、ま、あの豆担当も渋谷もあのダメだったらピコチャタ投げますって言ってたんで、ね、釣る方は釣るんで、うんうん、おそらくそのレンジのこうなんかあるんね、微妙なさせ方とかなんかあるね、誘いとかね変化とかですけど、なかなかちょっと見つけるところまでいかない。なるほどね。あの番人、あ小林さん釣ってない、小林さん釣ってる、小林さん釣ったかな。さあちなみに小林さん今日大落水してますなんかあの肩までじゃなくて本人にさっき取材しましたらもう頭までどっぽり入ってゲボゲボってなったって言ってたんで大人の左側で釣りしてたんで、あモロ見た、見ました、モロ見たなんか足つまずいって聞いたら、なんか足がこのフラットのとこでつまずいて、で落ちる瞬間になんかバッカも一緒に引っ掛けて落ちてって、それで頭まで潜って出てきたらバッカンが浮いてて焦ってバッカンをこう抱きかかえたみたいな。いやもうでうわーって出てきた。マジ？そう。これで上がってきて滑ってまた上がってきたらバッカンが浮いててバッカンこうやって。マジ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 。頭まで。マジ？本人に今聞いてきた。ね、ネタで。マジ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 。もうねこことかじゃないよ。でも落ち方ももう。もうダイナミックに受け身、ノー受け身で普通足からじゃん。なんかこれ降りてきて、いや違う、この辺でなんか足引っかかってで落ちる時にバッカも一緒に引きずって落ちてたっていうのが小林さんです。寒い時はね、体が動かないんで。今釣ってるのがナナちゃんかな、ナナちゃんですね、ナナちゃんが、ナナちゃん多分ピコチャーターですね。色はちょっと分かんなかったけど、クランクのパターンよく見つけてるなと思いますよね。でもどうなんだろう、日が上がってきて午後になってくると釣りやなんか魚動いて釣りやすいみたいな。もちろんもちろんで、朝とかね結構寒くて、うん、朝はきつそうだった。ボトム探ってるんですけど、うん、別に真下にいるわけじゃないですか、やっぱ中間にいるの。いやボトムよりちょっとだけ浮いてるんですけど、べったりではない、べったりではない。でその魚がまたさらに1段上の中層に上がった、うん、ああどこに日が上がってちょっと水温も1度ぐらい上がって、また1段目の中層に浮いたところが、うん、やっとクランクでこう入れるレンジまで来たって終えるようになってきた感じ。朝はほんとひどかった、ひどいって言っちゃいけないなまた昨日の雪が降って一気に水温下がったのも、なんか夜水温下がるとあんま良くないなんていう話も実は昨日 J で聞いてきたんで、もしかしたらその影響もあっかなっていう。ただ泥柳レストラン前はきつそうだった。俺今日全体的に見てたんで本当、向こうは、うん、まああのきついきついとは言いつつ、うん、まあ、釣れるじゃないですか、うん、釣れる、ぽっちりぽっちりは、うん、で大差はつかないんですよ、うん、大差はつかない、爆長はしないから、ね、だからは大ハマりは相当しない。桟橋をちょっと中心とした左側のレーンっていうのは、うん、割とこう下克上ありあるねのゾーン、あるある確かに。で対して右側のこのゾーンっていうのは
それぞれの刷り込みレベルによってだいぶ差がつく、うん、そうですね。ような見つけてる人はちゃんといる魚を釣れるというか、ね、組編成だったというか、釣りやすい魚が多い分ちゃんと見つけてれば釣れるっていう感じですよね。ほんとね、今年の東山、俺この間チームバトルで出こったけど、ほんと難しい。あんまり来て練習来てないっていうのもあるんだろうけど、今回はチームバトル3人いっぺんに釣りできるんですけど、うん、これが1人ずつのローテーションだと、そう、やっぱ時間が短いんで、3頭だから時間が短いんで、いろいろ試してる場合でもないし、今回3人いっぺんにできるね。俺らのチーム2人でこでこすからね、もう本当に。お、釣ってるよ、院長釣ってる、院長ですね、あれね。はい、OK。あー、しまった、スコアはもうちょっと入らなかった。え、入んなかったですか。入んない、多分入ってない、入んない。院長何やってんだ、こっからだと入らなかったように。一匹が大きいよ、今日は特に。小林さんがちょっと後ろに立ってるな、土手に足かかってるか。手前、手前。あそこのチームは、うん、誰かな、腕章つけてるのは。ちょっと、ね、どこ中津川チームね。中津は腕章左腕とかにつけてると思うんですけど、ここからちょっとね、見づらい位置になってる。あれ、中津誰だろう、どこだろう、誰かな、あれちょっとね、わかんないんですよね。お、院長かけたんじゃない、誰かな、院長かな、今の合わせ方なんか、うん、多分ね、おそらく左腕につけてると思うんでね、うん。さあ院長、今度は入れてよ、今度は入れてよ、今度は入れてよ、大事よ、大事よ、大事よ、危ない危ない、キールネット、はい、OK ディスプラのネット、 OK。スコアどうだろう、奈々ちゃん1匹、111112ぐらいかな、あれどう、あ、全然中津チームがちょっと釣ってるんじゃないねえ、なんかそんな感じが。花井さんもさっき釣ってましたよ、ね、あ、で花岡さん今かけた、ちょっとね、多分まあ団子ですよ、ちょっと横並びっすよね、そんなに差が開いてる、2匹、2匹前後で横並びみたいな。ただこれがね、うん、まあ色手目入ってどこまで、そうですね、釣り座変わって、で一番奥の釣り座はパイプの右っすよね、沈みパイプのね、一番奥、うん、あれ沈みパイプが真ん中あるとこの右釣り座っすよね、おそらくね、あ、パイプ、沖までの、はいはいはい、沖までパイプのね、はいはいはい、もしかしたらなんかアドバンテージあるかもしれない。でも実はさっき純潔で花井さんたちが、まあ、ですね、この、あれ、この釣り座、あ、映んねえか、あ、もう映ってねえや、この一番手前の今カメ、あ、映った、小林さん映った。実はこの今カメラが立ってる位置あたりがめっちゃ釣れたんです、ワンローテ目12匹、うん、3人で。でも最終的には16、16、17で、あの1匹差で勝ち上がってきたんですよ、今ね、うん、なかなかいい勝負だったんです。黒さんチームと、あと青木さんとかオチピーさんチームとやってね。お、キーチさん釣ってない、釣ってねえか。キイチさんがね、1回戦良かったんだけど、なんかね、純潔は全然釣ってねえやって言いながら今決勝にいますね。でなおかつキイチさんは今総合2位なんでね、トラキン、うん、だから消えてくれると世間的には喜ぶ人が間違いなくいるはずです。ポイントの繰り上がりですね。そうですね、今年10人でしょらしいですけどね、単純計算だと10人なんですよね、はっきりは俺も聞いてないですけど。あ、渋谷が今釣ったかな。だから多分今年10人なんで、ほんと激アツっすよね、最終戦の東山湖は。で、キイチさん消えてくれるとね、一つずつ繰り上がるんで、より大チャンス。はい、1ローテ目終了、スコアは下に出てます、きっと、それ見てください。いや、やっぱあ、そうなんですか、じゃあ親子で行けるわ。やっぱ小林さん今日落ちてくからね、やっぱ今日上がってこらないと元取れない。落ちたことが笑い話に。そう、下げて上げてな。そうね、だって落水して上がってきたわけじゃないですか。そう、上がりますよ。そう上がったんだって。上がった、自力で上がりましたから、上がります。あの東山湖のどん底を見てきたみたいなね。水入ってる時あんまり見ない方がいいだろう。水中の様子を見てきたかもしれない。魚このレンジだなみたいなね。気がついたかもかもしんない。さあ今度は手前が奈々ちゃんとか阿久津さん、渋谷とかですね。これで俺の知る限り、この手前のこの階段の沖にも
T 字のパイプが、井戸水の出るパイプがあって、だから大きめの、どうだろうな、重めで大きめのボトムとか、もしかしたら、ボトムというか中層、チャタクラで大円として、中層巻くとか。一番手前の階段のとこって、その恩恵ないんですよ。ないでしたっけ、あれのもうちょい手前がいいんでしたっけ。あそこは場所が違うんです。あれだと、パイプのもろ上すぎんでしたっけ、出口。上すぎ。だからもうちょい手前の方が、パイプの横の水の流れに当たってるところに投げる。届かないです今日。無理。あ、風が。無理。届かない。だから届いても、うん、そのディープレンジを探ってる。最初に行けないね。ちょっと今見れないから巻いてるから、うん、全然それより手前を探ってるはず。そうですね。まあまあ投げないとダメだからな。この風だとちょっときついかもしれないな。そこまで飛ばすのは。こっちからねちょっと。あのトラウトの種類、レインボーなのか候補なのか見えないですけど、もし候補が混じってるんであれば、その狙い方をずっとしてた方がいいかも。中層上で青銀そんなじゃない。あのクランクでも何でもいいですけど、そのきっちりと回ってくる頭を、魚の頭をしっかりそれを取っていく。ずっとそれをやってた方がこけない。去年はあれだ、永井が勝った時にティークランカップの大きいやつで沖で上目とかなんか釣ってたんだよな。確か白旗あたり投げて思い出した。急に思い出した。だ結構だからこの時間もだから浮き始めてれば、去年と同じような感じであれば実はクランクがいいのかも。お、釣ったよ。正規君のパパだね。正規君のパパ、はい、OK。あれでちょっと抜けましたよね。一方確実に1本ぐらい抜けてますよね、きっとね。2本ぐらいついてるのかな。るんじゃないですかね。院長のさっき1本ばらしもなければさらにちょっと抜けてたな。まあ誰か1人が突出して釣ってるわけじゃなくて、本当になんかチームワークよく、小林さん、ばらした。ただチームワークよくかけてるんですよ、当たりはね。ああいうのがねやっぱチームバトルの理想系ですよね。そうですね。1人だけだとどうにもなんないし、1人だけ釣ってもしょうがないんでね。2人より3人だしね。やっぱり3人釣れ当たり出てるのは、おー釣った、渋谷が釣った。渋谷2本目かこれ。渋谷1本目か、1本目だこのローテ。さっき正規パパだね。一番奥が花井さんが、誰かけてないか、今かけてないですね。あ、かけたか、かけた、あバレちゃった。正規のパパだ。あ、違う、元部だ。あ、根がかってる。アクスさんが寝がかっ、寝がかるもんある？パイプ、まあ、コンクリートの隙間とかね。たまにちっちゃいのあるんですよね。サクって引っかかっちゃう。ほぼほぼ、あ、切れちゃった、まあ、切っちゃった。糸がね、引っかかっちゃったりするんだよね。あそうだね、長い、切れたラインとかもね、下手したら浮いてるからな。さあ、キイチさん頼むよ、キイチさん。2位の、総合2位のキイチさん。でも今日は個人的には小林さんのとこに勝ってほしいんだよな、やっぱ頭までドッポンした人には。みんなが今どういう心理状態なのか。多分微妙に中津チームが釣ってるなとか思いながら、釣ってるかな、横をそこまで見てるかな。周りはねさほどあんまり見てないよ、ね、結構目の前だけっすよね、結構周りずっと見てる人も中にはいるけど、お釣ってない、小林さん2人釣ってるわ。渋谷が釣って、で小林さんも、これ大事よ大事よ。取り込んだかな。あー危ない。オッケーオッケーオッケー。これで差はさほど差がないな、ちょっとコシトラチームが若干不利というかスコア低そうな気がする、わかんないけど。場所によってのさほど有利不利とかあんまりはい、いやさっきのここだけはめっちゃあった。ほんとここ釣れた、一番手前このオーバーフローに向かう曲がり角のところ、ほんとすごかった。山田さんもあんなに差、山田さんかな、誰か運営の人があんなに差が出ると思わなかったって言ってたんで、さあどうですか。もう風は若干吹いててほぼ晴天、気温は12度ぐらいあるかな、 10度ちょい。お、委員長釣ってるよ。やっぱちょっと中津チームがいいっすね。チームワークがいいですね。3人ともかけてるし、はい OK。 あ
れだな、まあ、同時ヒットはちょっとないですけど、うん、ただ一人が釣ってリリースして、もう一人が釣ってリリースして、誰かに偏ってるわけではなくね、まんべんなく、うん、ちょうどね、うん、いいペースで今一人手前がかけたか、阿久津さんが、ああかけてるかけてる、阿久津さんピコチャタ、ピコチャタっぽいな、クランクっすよね、すごいな、え、クランクっしょ、外し方で、うん、クランクっしょ、え、クランクッション、自分もちょっと現状教えてほしい、で渋谷がまた釣った、だから手前が今一気にスコア2つ上がりましたね、現状あれか、阿久津さんとこと、あの小林さんところでちょっと首位争いかな、さあコシトラチームは、ちなみにコシトラチームは今日、あんま名前出すのはやめとこうかな、とあるチームのお一方が体調不良で出れなくて、それで、運営さん側の方でいろいろこうなんかあっちこっちに玉突きをしつつ、最後コシトラチームだけ一人足らなくて、でたまたま釣りに来てた花井さん夫妻、ゆか子さんと、ああ釣ってる釣ってる、渋谷が釣った、花井さんと花井ゆか子さんが二人いて、でどっちがいいみたいなやり取りがあったらしいですよ。で花井さんが選ばれて、花井さんが今豆担当をやって、なおかつ今決勝にいるという、なんかそういうなんかお話があったらしいです。おお、またかけてない、お、あ、バレたか、阿久津さん惜しい、これで阿久津さんとこは3本で、あ、花井さん釣ってる、釣ってないか、阿久津さんとこは今これで3本釣ったから、お、奈々ちゃん釣ってるよ、手前もいいっすね、3人とも、はい、ナナちゃん釣った、これでこのローテすでに4本目ぐらいですもんね、もう1人釣ってる、あ、これで正気パパが、正気パパがまた釣って、いいっすね、あ、誰だろう、お、小林さん、小林さん全然ありますね、これチーム中津、うん、いい感じで、全然いい感じ、オーラが見えますよ、うん、3人とも釣ってる、手前の2チームはまんべんなくだから俺の知る限り手前の3人は、渋谷も多分あれ巻いてるかな、ずっとね見ててね、なんか渋谷も巻いてないですか、あの手前から 3番目、一般のコースのランディングとかやってる人いますけど、だいたい巻いてるような、ねえ、あんまデジってる、渋谷も、ま、巻き続けてる、だからあれ、うん、もしかしたら、あ、釣った、ピチピチ釣った、あ、入った入った、オッケーオッケーオッケー、ちょっとモノルアーは何かなって分かんないですけど、とりあえず手前3人はピコチャタでみたいなことだけは、そこだけは聞いてきたんで、だから巻いてるならピコチャタの可能性が高いですね、 DRSS か SS の方なのかな、 F かちょっと分かんないけど MD かな、でもピコチャタとは言ってたんだよな、でピコチャがいっぱいついてたん で渋谷のタックル見ても豆系が1個しか1ロッドしかついてなかったんですよ、だからあんまりそんな重点的にやろうかなっていう感じではなかったから、で今多分あれ巻いてんじゃねえかな、巻いてるな、でじったりロッド煽ったりしてないですもんね、だからゆっくり巻いてますね多分ね、で手前の回遊とかも多分拾おうとしてると思うん で花岡さんも巻いてるよな、あれな、花岡さんスプーンだろうな、キーチさんは多分クランク、クランクだねあれ、だからチャタクラかピコかティークランカップかって感じか、で花井さんはやっぱ今ロッド煽ってたから豆系かな、で豆はこの大会はフロントフックが使える大会なんで、そうなんですね、ね、本来はしもちゃんとかが大好きなんで、本当本来はいるはずなんですけど、今回はもう上がっちゃっていなくなっちゃったからね、だからフロントフックで出たい人はこの大会ぜひ出てみてください。ホールゾーンとデュアルコアのみですよね、ん、何が豆で使えるのはホールゾーンとデュアルコア、まあのみですよね、豆という、豆っていうか、マイクロスプーン、スーパーマイクロスプーン、スーパーマイクロスプーン、さんがしゃくり出したってことは、あれはベルオーガかな、いやメタルバイブかな、あ、そっか、ベルオーガか三角形、なんでしたっけ、メタル三角形、うちの、そうメタルバイブ、メタルバイブ、リアクションジャバー、リアクションジャバー、
かパベルオーガか、いずれにしてもボトム系それしか使えないですよねこの大会は。まああのナブラヤさんのねツイン、あと何だっけ、あるんですか俺多分持ってないです、うん、もうありますし、まあでもね1回戦は圧倒的にベルオーガが連れてた、あの桟橋から特にこっちずっと朝渋い時間見てたけど、はいはい、スプーンが全然全然とは言わないけどまあ難しくて、結局ベルオーガのシェイク巻きでどうシェイクして、でたまにウェイト入れたりとかディスプラの人がやってました、ね、ずっと見てました純正ディスプラチームじゃないチーム、あれどこだろう、えどこだろう、どこだ、あだからあれか、ジャンボさんが入ったディスプラチーム、ディスプラではないんだろうけど、鍋さんのチーム、そう鍋さんと、あともう一人、もう一人の人が結構ね、あのシェイク巻きのベルオーガが結構釣れてた。うちのスタッフ、あもうディスプラ、完全ディスプラでした。あ、ナナちゃん釣りましたよ、ナナちゃん、はい、OK。 これでね、途中で止めるんですよ、結構長いロングシェイクした後に止めるっていう、止めるっていうのが良かった感じで、結構はめてたな。で、2回、準決は行ってたけど負けちゃってましたね、さっきね。で、これが最終、そうですね、これ第2ローテ終了なんで、まあいけるかな、このまま回しとこうか、ね、ちょっと数字がもう覚えてないけど、うん、ちょっと分かんないですけど、ちょっと聞いてきます。マリーナ釣れんだな、釣れるんだな、ずっと使ってた方がいいですよ。いや、マジ釣れるんだって。東京じゃ売ってないの？え、東京にないの？そう、最終ローテ始まります。多分スコアは出てると思うんですけど、手前が9、正規パパのとこが9、これで、中津チームが9ですね、同点みたいです。で真ん中コシトラチームが4か5っていう話なんで、なかなかいい勝負っすよ。今ナナちゃんちのとこ結構釣ってたからね、スタート。さあ最終ローテ、誰が上がるのか。お、釣った、キーチピ釣った。これで9、9、9、6、9ぐらいかな、暫定的に。今キーチさん釣ったんで、さあコシトラチームがどこまで巻き返せるか。で、中津チームと、あと、阿久津さんのところが、どっちが伸ばせるか、スコアを。あ、手前の院長が豆やってんだ。で、今、正規パパ釣ったね。正規パパ釣ってる。ああ惜しい。なんでここでアフターやってるの？あの試合見たいから。あ、見たいから。だと思ったんですよ。手前豆っすよね、あれね。間違いなく。リズム的にね、うん、あの感じじゃない、あのいやロッドを煽ってる感じ系、あれでいい、ちょっとテンポは早い、早い、まあ、それが効いてるのかもしれないですけど、
さっきでもあの釣りしてなかったですよね、奥の時してたのかな、ちょっと遠くて見づらかっただけかもしれない、ちょっと影になるからね、かぶっちゃうから人が、ただもしかしたらバイトがちょっと遠のいてアクション変えたのかもしれない、うんうん、ちょっと誘い大きめみたいな、そんな感じかな、か上の魚を引っ張って下まで引っ張ってくる系のアクションですよね、あれね、結局のところちょっと下に気づいてもらえる、うん、さあこれは接戦だぞ、どっちが上がるか、ちなみにこの体、あ、アクサンかけてんね、はい、多分10本目アクサン、アクサンだよね、アクサン、アクサンがかけた、多分あれで、あれが10本目ですね、一番手前が9っす、だから多分奥から10、15、9ぐらい、真ん中が5か6か4かがちょっと分かんないんですけど、踏ん張りどころ、追いつけなくはない、3人いるからね、意外と分かんないですよね、3本差4本差ね、1人かけましたね、おお、で花井さんでこれでこのラウンド2本目だから、まあ、6として16、9にしときます、はっきりね、さっきちょっと取材できなかったです、真ん中のチームの数が、さあこれはいい勝負になってきてるな、でこの試合は、1位の3人以外はエキスパー上がれないんで2位3位じゃダメです、お怒られちゃう、小林さん、はい、OK、これで16、10としておきます、スコアは下についてるはずです、頑張れ、頑張れみんな、おい、ボトム来たよ、カウンターバイト来たよ、大事よ、大事よ、はい、OK、これで16、11かな、さあ、やっぱ中津チームいいな、これで正気パパが真ん中が釣れば3人ですね、うん、なんか釣っちゃいそうな気がするな、小林さんはねクランクだな、あの着水の感じからすると、で着水してすぐ巻き始め、グリグリしてない感じだから、シンキング系じゃなきゃちょっと上目狙ってんじゃねえかなと俺は推測さあどうだ、これで連発するか、院長は相変わらず引き続きマメっすね、あれはね、ちょっと動かし方が変わった360度デジって感じ、そうですね、あのパターンだと思います、うん、そうですね、あ、要はあのロッド動かさないで、そう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 、あのリーディングでラインでバイトってことですよね、でちょっと風も出てきたから多分差を、うん、上げづらい感じですよね、当たりも遅れちゃうからね、出るのが、で、960ね、960ぐらい、結構でも球層、本当に球層を狙ってますね、うん、巻いてる人、そこで今当たり出てるかな、あんまクランクだと正気パパもクランクかな、あれ手前まできっちりやってます、うん、あんまりグリグリして5グリ6グリで潜らせる感じの釣りしてないですもんね、上からなりで巻き下げみたいな、ここで2本差にすると大きい、おっと、奈々ちゃんがかけてないか、魚が跳ねただけね、あ、これ釣ってる釣ってる、渋谷が釣った、これで16、10 だんだん分かんなくなってくんだよなここはもう本当に祈るしかないいや本当そうですよ、ここまで俺釣れろ俺釣れろってやつです、相手釣れるなみたいなね、相手釣れるな俺釣れろっすよね自分が釣らないとどうにもなんないさあこれでね、なんかチーム内で一気にポンポンって2本ぐらい出ちゃうと、うん、一気にね、1人だけじゃなくて、そう3人いるから、それについて釣るようにすれば、そう1本釣って釣られてだとあれだけど、あの2本ポンポンとか出ちゃうとちょっと余裕が、でも逆にポンポンって釣られると追いついちゃうんだけど、3人チーム戦は、でもそこがまた面白い、でさ、で多少の差は3本差ぐらいまでは結構どうにかなるんで、ただまんべんなく3人が釣っての話、それはさあちょっと当たりが、ん違うか、当
クツさんがなんかグリグリしてたな今。まああのレンジがね結構深みだったんで、うん、ちょっと今なんかやってましたよこんなね。あれは多分クランクかな。うん、ちょっと潜らした感じが。そこであと2本、2本欲しいですね。そうですね、今同点ですね、うん、現状ね。決めるためにあと2本間違ってなければ。田中さん、うん、そうかけたのかな、かけたっぽい。ああ違う、回収だ。あ違った、回収か。だからコシトラチームは3人で一気にポンポンポンって3本ぐらい来ると、うん、一気に可能性が出てくる。だからまだ分かんない、3分前まで分かんないかな。一番手前の方はアクション大きめですね。うん、やっぱあれがなんだろう、最後1匹かけたら3分だ、3分あるからね多分。あ、キイチさん釣ったよ。釣ったけどちょっと足らないんで、1人じゃなくて3人釣らないとコシトラチームは。あ、抜けた。あって聞こえた今、キイチさんの。大丈夫、釣ればいい、また釣ればいい。さあどうなんだ、一回止めてサドン多分止めますよね、きっとね。さあ1本どっちかが先釣っちゃえばそのまま優勝になっちゃうんじゃないかな。さあさあ、ここは小林さんに決めてもらいたいな。さあ、もう結構あれチャタクラっぽい気がするな。でグリグリやってる。おっと来たよ、た来たよ院長。この1本はね、とても大きい、これ大きい勝利打点必ずで、なおかつチームがもう1本釣ってくれたらもうほぼ決まり。はい、 OK、 これで多分11、手前が11で奥が10だと思う、多分。あとは誰か決める。うん、これでもういいステージまで。このもう1本釣って逃げ切るのか、下手したら追いつかれちゃう。魚いる、ましてこんだけあったかいけりゃ思うんですけど、一人を釣れたらもう一人釣れるんで続く。あ、アクション釣ってるよ、アクション釣ってるよ。これはね、突き放したかもしれない。あー、バラした、アクション、そのバラシ大きいよ。これはね、勝利を遠ざけたかもしれない。ちょっとわかんない、ちょっときつい。でもまだあと2分ぐらいあるよ、アクションさん。2分ないかな、1分半。あ、釣った、手前、花岡さん釣った。どうなんだろう、でもまだ2、3本差あんじゃないかな。まあ2本差ってことにしときますか。ラストフィッシュ、多分10、誰が釣る、17、11ぐらいだと思います、奥から。多分間違ってる気がするけど、でも多分中津チームが勝ってる気がするな。ちょっと当たりやった。あのウニさんの動きを見ててもなんか手前な気がするな。でも30秒前よし、ちょっと勝利者を。なんかギーって言ってましたね。違うか。あ、誰もかけて、あ、あ、あ、釣った釣った釣った、おい釣った。あれね、渋谷じゃないか、渋谷っす。スプーンじゃない、キラキラしてますもんね、ちょっとでかいシルエット、キラキラしてる、スプーンのキラキラ系で。これ多分追いついてますよ、多分間違いなく。サドンじゃないかな。あ、違うか、決まり。中津チームみたい。え、決まり、パチパチしてましたよね。サドンじゃないのかな。サドンっぽい。あ、ないってないって。多分スコア数え間違えてましたね。はい、院長。多分1本差。小林さん。よかった。落ち貝が。これも落ちたんですね。落ちて上がった。落ちて上がった。だから落ちたから上がったんじゃないかって解説してました。
初期パパおめでとうございます。顔大丈夫ですか？大丈夫ですよ。優勝しましたからね。じゃあ、すみません、めっちゃ逆光で。息子さんと一緒に行くんですか？もちろん、ね、一緒に行くから別の車じゃないですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。多分一本差ぐらい。俺ね、最後釣られて追いついたと思ったのよ。11対11になったかと思ったけど、俺負けてたと思って、ずっと私3本ぐらい差はついてると思ってました。結構3人は泣きそうだな。やったね。やりました、中津で。やったね、チーム中津だね、これ。はい、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいです。こんなことどうしよう、俺予約取ったじゃん。群馬で予約取った。群馬で予約取った。ありがとう。ジャンプキャンセルするじゃん。東山のお金は自動的に返ってきます。俺返ってきました。聞こえちゃった？聞こえちゃった。アマテラス DRSS。俺とリュウ君取り残されてるんですけど。DLSSS。ああゆっくりですね。ボトムのスプーンはローラの1グラム。軽い方がいい。巻き？ズル引き？デジ巻き？ズル引き。でもほとんど巻き始め、ボトムからの当たりが落ちるの気にしてた魚が追ってきてて、そんな感じ。巻き始めでパクみたいな。ああなるほど。で豆担当は院長。そう、院長がもう院長 豆担当最後。そうそうそう、ずっとカウンターで移ってから。そうそうそう、ずっとつけてくれたからいい。あれホールゾーン、ホールゾーンです。今日一日全部ゼロパチ全部取ったの。今日一日全部ホールゾーンです。もう豆たんだもんね。豆たんで、うん、最後のま、ずっと豆だった。最後最初から最後。あ、豆だった。ありがとうございました。モリタピーがのみですよ。ありがとうございました。チーム中津がね。やっぱ落ちると上がるよね。いやだから落ちて多分魚のレンジ見てきたんじゃねえかなと思って。小林さんおめでとうございます。お疲れ様です。あ、関係も来た。上がり。やっぱピコチャタなんだ。そう、あの奈々ちゃんとこもピコチャタ投げるっつってたから。浦島太郎なんで。はい、お疲れ様で。あ、ジャイアン来た、ジャイアン来た。ジャイアンもう上がってっからね。はい、花子さんがバンフ君の時いないから俺の動画なんかないじゃないですか。そう、俺いる時に上がんなきゃいけないんです。そうするといっぱいいっぱい出る。花子さんいる時は寄せ持ちですから。じゃあ、あのエキスパで審判なら撮ります。見せますんで。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。